世界シェア3位の半導体製造装置メーカー東京エレクトロンの元社長東哲郎さんとお送りしている銀座クロッシングトーク。東さんが社長に就任した5年後に訪れた試練、 IT 関連企業への過剰投資によってもたらされたいわゆる IT バブルの崩壊です。 IT バブル崩壊ということになりまして、結構リストラを余儀なくされたということで、社長も一旦退任されてることなんですけれども、グローバリゼーションでぐっと伸びたわけですけども、はい、一気にバブル崩壊、 IT バブル崩壊ということで、お客さんの投資も止まりましたし、いわゆるグローバル化に伴ういろんなインフラ作りとか、またあと増員ですね、人を増やしたり、そういうコストが非常にかかってきてるっていうことが一緒になってですね、赤字になったわけですよ会社が、これをその回復させるにはやっぱり1000人規模のそういう、あの時はその早期退職って言葉を使いましたけども、解雇しなくちゃいけなくなってきたわけで、なんでこうなったのかっていうのをやっぱり経営者っていうのはその環境のせいにしちゃいけない。要するに環境がその変わったとしても非常に伸びる会社もあるわけだし、最終的にはやっぱり責任は経営者が取らなくちゃいけないというような考え方が、前からずっと東京エレクトロンにもあるんですけども、そういう中で退任と。でも環境のせいにしちゃいけないっていうのは結構厳しいお考えですよね。で、一回お辞めになってまたでも戻って経営される流れになるわけですよね。一番大変だったのはやっぱり社員、会社の、特に工場の人たちなんかがやっぱり非常に元気がなくなって、やっぱり会社に対する信頼を失ったっていいますか、東京エレクトロンはこんなことをやる会社じゃないと思ってたわけですよね。社長になってそこをもう一度回復させようというようなことを、やりましたけどね。なかなかその一口には表せないかもしれないですけど、そのどうやって皆さんの元気を取り戻すことができたんですか？一つはですね、いわゆる若手、十数人選んだんですけども、若手で東京エレクトロンの、ファウンダー含めていろんな人にインタビューしてですね、その東京エレクトロンがこれだけ成長した源流は何なのかと、原因は何なのかと、1年ぐらいかけてそれをテルバリューと、いう形で、これが東京エレクトロンの原点だと、なるほど、いうなのをまとめたんですね。でそれはその、若手中心でいろいろ動いていきましたから、その若手も非常にやる気になってくるわけですよ。そういうのがそのいろんなところに広がっていくと。それとね、僕 の会社の友人で石井康介ってのがいたんですけども、亡くなっちゃったんですけども、ある時その僕がその経営会議でその愛社精神をどうやってその強化するかというような話をしている時に、彼が手を挙げて、ちょっと東さん違うんじゃないですかって言われですよ。その愛社精神じゃなくて愛社員精神、愛社員精神、その愛社員精神をちゃんと示してくれれば社員はついていきますってわけですよ。愛社精神は作るものじゃなくて愛社員精神を持って経営すればということなんですね。そうだなと思って。いい言葉ですね。いいでしょ、なるほどということで、そういう、気持ちになっていろいろやったというようなところで、そういうようなことがいろいろ重なって非常に元気になってきたというようなことがあると思いますね。なるほどなるほど。この時に作られたテルバリューを共有することで社員全体のモチベーションが高まり、新たな成長の原動力になったといいます。テルバリューっていう、それを確立したっていうところも結構大きかったと思いますけど、 そうですね、その後まだリーマンの波とかね、あるわけですけども、リーマンの方が大変でした。同じぐらいでしたね。1年ぐらい前からちょっと怪しいなっていうのは感じてたんですよ、いろんな動きがね。でそれいろいろ注意してたっていうのもありますし、リーマンの時はもうそういうリストラとかね、そういうのはもうしないというか決めてましたから、これはしないぞと、逆に教育費とかね、それからいわゆる開発費
多くしようと、うん、それで、社員がね、よく勉強できてその次のステップになればいいし、それであと開発もどんどんやって、次のあれになればいいっていうんで増額したのね。逆に削りそう。そういうのも、社員から見るとエレクトロン変わったぞというふうになったと思いますね。最後にですけど、その日本の企業が世界で戦うためにはですね、何が必要だと。かつてのように、世界のプレイヤーになるんだと、自分たちは、うん、そういう気概、情熱っていうのを持たなくちゃいけないと、うん、そのためには自分の言いなりになる企業と一緒になるというよりか、やっぱり強者連合でね、世界のプレイヤーとしてやっていけるような連合っていうのを組めるぐらいの、なんていうか、大きな志を持たないとね。ですから大同小異っていうんですか、大きなものについて、小さいことはあまり気にしないでやるような、そういうようなことがないといけないんじゃないかなと、いうふうに思いますね。やっぱりなかなかそれって結構勇気がいる話ですけど ね、うん、このまま行くとね、よくゆで返るっていうじゃないですか、はい、そのぬるま湯に使ってね、ずっといるともう熱くなっちゃってて、もうどうしようもなくなっちゃう、うん、そういうふうになりますよ、うん、だからそれぐらい危機的なんだと、危機感を持ってね、勇気を持ってやるというようなことが必要なんじゃないかなと思いますが大変貴重なお話ありがとうございました。次回は東哲郎さんの後編。イノベーションというと、いろんな技術が重なってですね、バッと起きるわけですね。横同士のね、そういう連携が弱いがゆえに、ビジネスとして結実していってない。日本の産業が競争力を取り戻すには何が必要なのか、クロッシングトーク。